おばた成は、戦国時代の武将。海の国武田氏家臣で、足軽大将。武田信玄、武田勝頼の二代に仕える。父は、おばた虎盛んで次男。おじに、おば三森がいる。かなは、孫十郎だが、紅葉軍艦や軍艦に基づいた、海の国史では、孫次郎としている。武田二十四将の一人に数えられる。軍によれば、 大畑氏は、とうとう海国勝又出身の一族で、日常、虎世紀に会を訪れた池田信虎に召し抱えられたという。父の虎森は、北新地域をめぐる越後の上杉謙信との対決において、前線の海津城に在番し、カスガ虎綱を補佐したという。軍艦によれば、正サは、虎森と共に、海津城に在番し、父の虎森は英六四年の、 第四次川中島の戦い直前に死去したため、家徳を継ぎ、引き続き春日とラズナの補佐を命じられたという。文書上においては、元気2年11月に、両内蔵の監督のため組織した、祈祷奉行において、長坂正国と共に、名が見られるのが、唯一の所見で、正正の所見は、軍艦の記述による。軍艦では A64 年の、 第四次川中島の戦いにおける活躍や、内藤正秀の配下として、西上野の総横目を務めたことなどを記しているほか、鬼の子には、鬼の娘がふさわしいとの信玄の計らいで、足軽大将、原虎種の娘を性質としたという。また、虎生没後は、海津城副将の地位に押されるが、正生は、信玄の旗元に収まることを望み訴訟を行い、 信玄の怒りを買い、甲府不を王子に湿居となり、切腹を命じられるが、諏訪勝頼や土屋正次の懇願により赦免され、足軽大将に泊まったとする逸話を記している。勝頼一期の天正十年、織田信長、徳川家康連合軍が武田領に侵攻するが、正政,政は病床にあったため参戦できなかったという。武田氏の敗勢が濃厚になりつつあった時、 持ち伸びゆく勝頼に、海義満寺で糸まごいをした後病死したという。去年49。なお、広葉軍艦に記載されている、勝頼への糸まごいの記述内容から、正成の病名、死因を、地方病であるとする解釈もあり、これは少なくとも、広葉軍艦の成立した、近世諸島段階で、海の国に、地方病が蔓延していた可能性を示す記録としても、 注目されている。虎森までは、小幡たであったが、正森からは、小幡姓を称した。長男は正忠だ、次男に在事家。三男には、公用軍艦の偏者として、著名なおば影かがいる。ありがとうございます。